粉は、ヒュンダイが製造、販売する小型クロスオーバー SUV。EV 仕様の粉エレクトリックも存在する。中国市場のみ、商標権の関係で、エンシのを名乗る。世界的に人気の高い小型 SUV 市場に売って、デルベック、ツーソンの下を受け持ち車種として、925とは別に、新規開発された。 韓国国内における国産のライバルは、サンヨンチボリ、ルノーサムスン QM3、シボレトラックス。世界的なライバルは、日産、ジューク、日産、キックス、ホンダ HRV、プジョー2008、フィアット 500X、ジープレネゲドトヨタ CHR、マツダ CX-3、ラクスジェン U5、アウディ Q2 などである。2017年6月14日、 韓国国内にて実写が披露され、同月下旬に発売開始とアナウンスされ、同月27日に発表、同日より販売を開始した。海外向けには、数種類のガソリンエンジンとディーゼルエンジン、複数のトランスミッションが仕向け先に応じて用意、されるが、韓国では1.6リットル、直列4気筒ディーゼルと1.6リットル、直列4気筒グディー。 直噴ガソリンターボの2種が用意され、いずれにも7速 DCT が組み合わされる。ガソリン車にのみ、FF に加え、4WD も設定される。上述のキアストニックとは、兄弟関係にあるが、ディメンションは多少異なり、全長とホイールベースは短く、全幅が広い。また、ホイールハブも走破性強化の目的で、ストニックの4結から5結に差し替えられている。 プラットフォームは、キアと共同で新規開発した、ギガバイトプラットフォームを採用。この後、ストニックのほか、追って登場する YB 型、キアリオにも使用される。2019年1月、デトロイトモーターショーにおいて、北米カーオブザイヤー2019の SUV カーオブザイヤーを受賞。なお、ジェネシス G7 0が北米カーオブザイヤー2019を受賞したため、 ヒュンダイグループにとっては2巻となる。2018年5月以降、韓国内では、このエレクトリックの火災が確認されるようになり、2020年10月にかけ12件報告された。韓国国土交通部は、LG 化学製のバッテリーセルの製造不良が原因であると発表。2020年10月16日に、リコールの届け出を行った。 対象は2017年9月から2020年3月に生産した車両で韓国販売分が25,564台。北アメリカ、欧州、中国市場などの海外販売分約5万千0 0 0台。共にアメリカ合衆国の地名が由来。ありがとうございます。